ました。はい、本日もよろしくお願いします。東中野バースモークソルトの佐々木と申します。今日はちょっとジントニックについてのお話と、まあ、実際作って、飲みながらちょっとお話ししようかなと思います。まあ、スモークソルトのカクテルって、まあ、結構こうオリジナルレシピというか、まあ、自分の中でこう考えてこう自分で作ったものとかがでそれで作ったりとかっていうものが多いんですけど、まあ、あのジントニックは、そのすごい有名なカクテルですよね。お酒飲まない人でもジントニックっていう名前ぐらいは知ってるんじゃないかなっていうぐらいすごく有名なカクテルだとは思います。まあ、あの簡単な説明で言うと、もうあのイギリスの熱帯植民地のところで働いていたイギリス人がその健康飲料水としてトニックウォーターを飲んでたっていうところから始まって、そのトニックウォーターにジンを入れたら美味しかったっていうところから始まったっていうのが、まあ、一つの説があります。まあ、あのイギリスの、植民地、熱帯地方の植民地っていうと、例えばビルマとかあとマラヤとかなのかな、そこら辺で多分働いてたイギリス人がトニックウォーターを飲んでて、まあ、仕事が終わってちょっと一杯飲むかってなった時にこうジンを入れて飲んだっていうのが始まったのかなっていうような気がします。まあ、それが発祥で、実際にそのジントニックが生まれたのは、生まれたっていうか世界広まったのは、第二次世界大戦後って言われてます。まあ歴史的にはそんな古くはないカクテルですね。第二次世界大戦もうほんとここ数十年の話だと思うんで、そんな、古くはないカクテルですね。実際にあの100年ぐらい前のカクテルブック私持ってるんですけど、そこにジントニックっていうレシピないんですよね。だからその紐を解くと、あ、確かにでもジントニックってそんな100年とかこうあるものではないのかなって、100年ぐらいかかってこう作られているカクテルではないなっていうことは分かります。まあね、まあ、こんなうんちくは、まあ、他のバーテンダーにお任せして、ちょっと一回実際作ってみたいと思います。それではどうぞ。ジントニックを作ってみたいと思います。まずは、ライムのカットからですね。まあもう半分に切ってるんですけど、ジンリッキーの時はここを横に切ります。ここに横に切ってギュッと絞ると酸味の方が立つんですね。でジントニックの方は、僕はジントニックに酸味、まあ、酸味なんですけど、ライムジュースが入るから酸味なんですけど、そういうこう鋭角的な酸味よりもこう柔らかい酸味が欲しいなと思うので縦に切ります。で切っていきますね。で、4分の1のここのヘタのところをカットしていきます。はい、こんな感じですね。これぐらいに切ります。まあ、結構大胆には切ってますね。これをこうギュッと絞る感じですね。はい。まあそんな感じ、もうちょっとか。そうですね、こんな感じで、じゃあちょっと作っていきたいと思います。はい、では実際に作っていきたいと思います。ジントニックに使うジンはこの2種類ですね。なんでこの2種類なのかっていうのは、後ほどご説明します。とりあえずは作ってみますね。こちらが、自家製のトニックシロップになります。これは、5種類のボタニカルを漬け込んで作ったシロップです。これが、まあ、後で話しますけど大事な要素になってくるんで、これについてもちょっと面白い話もあるんで後で話させていただきます。それでは作ります。まずこれを一つにまとめます。
はい、入れました。エアレーションしていきます。はい、それではいきます。はい、グラスに氷入れます。これはあの前に説明した小さい氷からだんだん大きくして詰めていきます。できればこうテトリスみたいにこう組み立てるといいかもしれないですね。こんな感じです。はい、じゃあこれ磨きますね。はい、こんな感じになりましたね。下の方から冷えてます。はい、それではジントニックのベースになるものを入れますね。はい、軽くしてやります。この前の話したように、わざと液体を暴れさせます。液体を暴れることで、氷に当たるチャンスがいっぱいあるので、水分がそんなに必要なく冷えていきます。はい、こんな感じですね。はい、それではライム絞ります。はい、はい、ここで、トニックシロップを作ったんで、トニックウォーターを使いません。炭酸を使います。90ミリ。はい、ビルドしますね。はい、出来上がりました。完成です。今飲みたいんだけど、一回ちょっと切り替えてから、座りながら飲んで話したいと思います。それでは、はい、それでは、ジントニックちょっと飲んでいきます。うん、香りいいっすよ。うん、うまい。うん、やっぱりそのボタニカルの味がすごい出ててね、あのすごい柔らかい、こうあとはこうボタニカル特有の苦味だったりね、こう青々しいこう薬草、あの薬草じゃない、香草とかですね、そういったものもすごい感じ取れて美味しいですね。やっぱり一味違います。でね、あのなぜトニックウォーターを使わないかっていう話なんですけど、僕ね、あのバーの世界に飛び込んでから、まあ20歳から入ったんですけど、もうね、昔から今でもそうなんですけど、トニックウォーター好きじゃないんですよ。本当にあのシュレップスだろうが、フィーバーツリーだろうが、いろんなこうウィルキンソンとかトニックウォーターあるじゃないですか。全部飲んだんですよ。もう片っ端から飲んだんですけど、どれ飲んでも美味しいと思えなかったんですよね。おかしくないですか。だってバーテンダーのくせにジントニックに使うトニックウォーターが好きじゃないって。僕はね、なんか変な話なんですよね。まあまあ人それぞれの味覚なんでね、それはあってもしょうがないだろうって理解のある人はそうなんですけど、ただやっぱバーテンダーとしては失格だなって僕思ったんですよ。それに気づいて作んなきゃいけないと思ったのが30とか前半ぐらいかな。もうそれまではお客様にジントニックって言われたら、いやいや作ってましたよ。トニックウォーターとそのまあ今でいうソニックですよね、トニックウォーター入れて半分ぐらい入れて、でそれの1対1じゃないけど、まあそれぐらい炭酸ドカッと入れて、もうどれだけ甘みを薄めるかっていう、そういうところに専念してバッて作ったんですよ。でもそれでも美味しくないんですよ。あのトニックウォーターをどれだけ炭酸で薄めようが何しようが、トニックウォーターはトニックウォーターの味するんですよね。だからあんまり好きじゃなかったです。なのでそういう自分もいけないなっていうふうに思って、で自分でトニックウォーターを作るようにしました。まあいろいろちょっと勉強してね、あのトニックウォーターの中身とか、こんなものも入ったらあんなものも入ってんだなとか勉強しながらこう作ったんですけど、まあ今となっては結構気に入ってます。うん、この味だとすごい好きですね。なんかね、こう自然の味がするというか、手作り感があるなっていうすごい気はするんで、いいなと思います。まあかっこよく言ったら唯一無二ですね。
このトニックウォーター、トニックウォーターじゃない、トニックシロップのレシピは非公開とさせていただきます。まあそうですよねそうさせてください、はい、そのためにこのトニックシロップを作ったからベースはやっぱりそのボタニカルが入ってるんで、そのスタンダードになるジンをまあどれにしようかなと思って、まあ一瞬で気づいたのはやっぱりボンベイサファイアですよね。やっぱりあの有名なゴードンとかタンカレーとかあのボンベイサファイアとかまあいろいろありますよね。あのプリマスとかあるんですけど、その中でも一番そのボタニカル感が強いのはやっぱボンベイサファイア。そのボンベイサファイアだけだとこのトニックシロップと反応しすぎちゃってもっと複雑感が出てしまうっていうことをちょっと懸念して、タンカレーをプレミックスしてます。まあジンソニックと一緒ですよね。トニックウォーターの甘みを薄めるために炭酸を入れるみたいな感じです。ボタニカル感が強いからそのボンベイサファイアのボタニカルを生かしつつ少し薄めるって感じです。だからそういう意味ではボンベイサファイアとタンカレーの比率は3対1です。そこはもう数字から算出しました。でそれで作ってますね。でもそうすると結構バランスよくそのタンカレーを入れたことでこのトニックシロップの旨味が浮き彫りになります。その下地にジンがあるというイメージ。でこれを飲んでてもまあ、ジンを確かに感じることはあるんですけど、やっぱり先に先行するのはボタニカルですね。だからボタニカルのカクテル飲んでるっていうイメージですね。じゃあそんなんだったらクラフトジン使えばいいじゃんっていう、今の風潮だとそういうふうに思うかもしれないですけど、やっぱり高いんですよ。この前もお客様と話したんですけど、今の、クラフトジンって美味しいかもしれないです、美味しいかもしれないんですけど、なんせ高いんですよ。でしかもレシピとしてはやっぱ40ミリから45ミリぐらいなきゃいけないんですよ。そしたら単価いくらになるのってなんですよね。ジントニックってこう気軽に飲みたいじゃないですか。ましてや1杯目でこうギュッと飲む、そこになんかね高額な金額を払ってもしょうがないなっていうのが、まあ、僕の考えで、安価なジンをどうやってうまくこう使うかっていう考え方ですね。それがまあ僕らの仕事なのかなっていう気はしますけどね。でも本当それぐらい、トニックウォーターあんまり好きじゃなかったです、はい、でもこうやって完成して自分で納得してできてるんで今自信持って出せますよ。美味しいですしね、やっぱよそのいない味になってるはずなんで、やっぱ美味しいですね。だこうやってこう自分の中でこう納得するものを作っていって作品を仕上げるっていうのはやっぱ大切なことで、それが、まあ、周りの風潮がそうだからって長いものを巻かれるのではなく、周りの風潮がこうなんだと理解をし、そして自分の考えに至って自分の考えを構築し作品を作るっていうのは一番大事になってきます、カクテル作りは。だからそのためにそのなぜどうしてっていうのが大事になってくるのかなっていうような気がしますね。それがその不思議に思うことがやっぱりカクテル作りは一番大事で、それを自分で自分のことを疑って、これがいいんじゃないか、あれじゃいいんじゃないかってこう試行錯誤していくことが大事だと思います。はい、今日もありがとうございました。これは宣伝になりますけれども、今後ね、この前の動画にも挙げたようにちょっと雑談みたいなトーク、雑談をしたいなと思ってます。まあ、この動画を見て、あ、ちょっと佐々木と喋ってやってもいいよっていう方とか、まあ、バーテンダーの方とかね、異業種の方とか問わず、いろんな方とね、バーに対しての思いとか、その方の好きなカクテルとかウイスキーとか、まあ、何が好きなのかなって、その思いとかそういう話とかを聞いてね、なんかいろいろ話させてもらえればいいなっていうような気がしますね。はい、そういう意味でもちょっと雑談はしていきたいなと思うんで、まあ、あんまりカクテルを作る高校とかこうやって作ります、ああやって作りますっていうのは、まあ、他のバーテンダーさんやってるんでそこに任せます私の動画はできるだけこうちょっとなんかざっくばらんに、なんか酒でも飲みながら話できればいいなとは思ってるんで、まあ、そういう感じでこう気軽に、できればいいなとは思ってます。なのでもしコラボ、したいなと思ってる方はぜひご連絡ください。
あとあのツイッターもやってるんで、ツイッターに登録していただければ、そこから DM で送っていただいても別に構いません。あのどうぞよろしくお願いします。まあ、これを機会に、チャンネル登録といいねボタンと、あとツイッターもやってるんで、あのツイッターも多分スモークソルトってカタカナで検索したら、まあ、東中のスモークソルトって検索したら多分出てくると思うんで、あのそこにちょっとあのフォローしてくれるとありがたいです。はい、今日もありがとうございました。まあちょっとね、今まん延防止処置なんでね、あの営業してないんですけど、まあもし、まあ、この機会なんで、せっかくなんでいろいろ動画上げてみたいなと思います。もしよかったらこれからも見てやってください。それじゃあね、バイバイ。